NHK 大阪放送局は30日、明日31日全国放送の第23回我がの大阪メロディー、総合テレビ5730から842の前日リハサ猿を実施。連続テレビ小説、ブギウギ企画の合わせなども行い、出演者の翼、かずき、サイナシキュー12の赤月ひとし10が取材会に出席した。 大阪日本歌劇団の劇インでもある翼は、劇中で、USK の男役スター、立花のは、いい役を演じた。ヒロインの教育係として厳し、指導し、歌や踊りへの愛を伝える姿が話題と、たしかし、撮影の裏側は真逆だった様子。子、重もむき里の子供時代を演じた沢井は、立花の線、意としては厳しいけど、休憩中とかはすごく、シートにこり、 弟、六郎を演じたまたのは、岩尾、佐野裏側の心は、みんなのためと言い,い、翼は、え、小屋な、と、メロメロになった。我が心の大阪目、D の企画では、沢井とまた、のが、買い物ブギー、披露する。さらに、翼は、番組司会の井原や大阪の団、たちと、ハッピーブギー、東京ブギウギをパフォーマンスし、ブギのリズムで、 日本中を明るく元に盛り上げる。音楽番組に初出演だという翼。初めてのことすぎて、どうなるんでしょうか、と緊張を明かしながら、新しい経験をさせて、ただいている。いろんなものを吸収して帰り、いっと期待を膨らませていた。司会、今田浩二、い、六花出演、NMB48、オール巨人、岡緑、上沼恵美子、TM レボリューション、天、吉見、 徳永ゆう豊原エリカ、中村光子な、和男子、ファーストサマーウイカ、山田邦子五十音、ゲスト、趣里、水上講師、翼和月三ず梨サイナ明大阪日本歌劇団、一個、おじゃる丸、神谷崎、島田玉代いや、下振り明星、ラニーノーズリポーター、コウ、孝 NHK 大阪局アナウンサー、